こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。今日は、日本人を相手にビジネスをするのがなぜ難しいか、それについてお話したいと思います。まあ、日本は世界一の重税国家ということでね、日本は幸福度,幸福度ランキング58位とか、まあ、実質ね、国民の所得29位とか、 あるんですけど、まあ、なんとね、えーまあ、不名誉というかなんというか、えー、税金が重いというのはね、えー、実質世界一というようなねランキングが発表されました、まあ、日曜日昨日ね、えー、フランチャイズビジネスフランチャイズ投資ビジネス研究会というところのセミナーに出席したんですけど、まあ、実質うまくいってるビジネスがね、まあ、ほぼもう貧困層相手のビジネスまあ というかね一番パイが大きいのは日本では貧困層とまあ当然財布の紐が小さい人たちにね、えー、売ってますので、まあ、簡単に大きく儲かるということはないトラブルもクレームも多いということが言えます、まあ、それがねまあ感覚とかね、えー、イメージじゃなくて数字で出ちゃってるというのがあるんで、まあ、ちょっとご紹介しますまず日本はね今 もう死ぬまで働けというような、ねえー、政策、まあ、働き方改革という名前になってますけど、まあ、それそうですよね、生涯現役とかね、死ぬまで働けというのだとね、まあ、ちょっと当たり障りがありすぎるので、やっぱ働き方改革というようなね、えー、よくわからない名前になってます。まあ、そんな日本の世界の幸福度ランキング、えー、これは年々順位を順調に下げ続けて、えー、2019年版、本年度版は日本は58位と、えー、もうかなり。 幸せを感じることが難しい国になってます、まあ、日本は地獄かということでねも、もうどうでしょうね、やっぱ貧しくなると、ま、人から寛容さがなくなるということでね、えー、だいぶ厳しい社会になってます。まあ、そういったのの、ね、解決策は、まあ、豊かな、ね、所得の高い人が多いオーストラリアに輸出するのが解決策というような話を、ねえー、常々してるんですけど、まあ、その まあ、証拠というかね、えー、証拠っていうか、もう感覚的にね、もう海外に輸出してるのと、国内でビジネスやってる人だと、まあ明らかに、国内でビジネスやってる人の方が、能力高いっていうのはわかるんですけど、経験もあるし能力も高いと。だからこそ、日本国内だと、厳しいながらも収益上がる、ねえー。ただ、まあ日本じゃちょっと勝負にならんと。ね、えー、日本じゃ稼ぎようがないということで、輸出にね、えー、悪い言い方をすれば逃げた。 まあえー、普通の言い方というかね、えー、冷静な言い方をしたら儲かる、簡単に儲かる場所があるんで、輸出に切り替えた方は、刺、まあ、したる、えー、苦労もせず、やっぱ儲かってます。ねまあ、このメルカリの客なんか、ひどいもんですよね。揚、え、げ、ー、句の果てにはね、ただでくださいって絡んでね、えー、なんでタダでくれないか。そういう風なな、ね、状況になってます。まあ、そういう,そう,いう、ねえー、人を相手にしないと、まあ、なかなか日本だと。 商売にならないというか、まあ、そういう人しかいないというような状態になっちゃってるんですけど、なんでそういうことになってしまったか。ねまあ、そもそもなんですけど、所得が低いところに持ってきて税金高いんで、まあ、使えるお金がないと、ねえー、もうあの、物が売れない、ね、物が売れないのは工夫が足りないとか、いろいろ言いますけど、工夫が足んないんじゃなくてね、客がいないんです。 あの金持ってる客がいなきゃねあの、物が売れないのは当たり前ということが言えます。まあ、その、ねえー、数字が、えー、ランキングという形で出てます。まずこれは前から、ね、お話してる、まあ、日本は、まあえー、所得人は、一人頭の平均所得で割るとね、世界25位と、ね、決して上位の国じゃないというのがあるんですけど、まあ、さらに、ねえー、ひどい話というかね、 えー、日本は世界一の重税国家。日本は世界一税率が高い、えー。このアルバという国が世界一の重税国家なんですけど、実はこのアルバという国ね、アルバって、えー、検索したってこの国なんて一発じゃ出てこないです。それもそのはず、人口わずか10万人しかいないと。まあ、10万人ってなと何ですかね、えー、マンモス港と言われるね、えー 小、中、高、大、一貫教育している学校、大きなところだとね、10万人軽く超えますんで、一つの学校よりちっちゃな国家です。まあ、そんなところのね、数字を持ってきて世界一位と。やっぱ日本が世界一位になっちゃまずいんでしょうね、この重税国家ランキングというのを出して。で、さらにね、あの、これらの税金が高いということでえ言われてるんですけど、中でも、まあ日本がね、税金高いというか、まあ非常に 所得低い人たちにとってね、過酷だなぁと思うのは、この消費税8%が生活必需品にもかかると。海外の場合、えー、ヨーロッパね、えー、税金高いとかなんとか言ってますけど、えー、例えばイギリス、これ消費税0から11.725ってなってますけど、えーまあ、普通に生活しててばかかるね、ね、えー、日本でいうとこの米であるところのパン、あるいはパスタとかね、卵とか、えー、牛乳とか水、そういうもんにはね、消費税はかかりません。 まあそれが一般的、えー。だけど日本の場合はもうね、えー、必需品だろうが何だろうが、この8%の税金かかります。で、その8%の税金を、えー、取られている人たち、ね日本の中で、えー、ほとんど、ほとんどというか一番多いのが年収200枚か、次が、えー、年収400枚か、その次が年収300枚かと、ね。もう、 ほぼほとんどの人が平均以下の所得で一番多いのが年収200万ですから年収200万の人から年金を引いて介護保険料を引いて健康保険料を引いて NHK の受信料を取ってさらに生活必需品まで税金かけると消費税取ってるとまあ買い物する金もないですよねそんな状態なんでまあ日本人を相手にビジネスをするのが難しいのは当たり前ということが言えます まあ解決策としては、まあ、オーストラリアにアマゾンが始まり、そしてそのオーストラリアは、ね、もう平均所得ですら、700万近いと。でしかも、逃亡働きがしやすいんで、まあ、普通に結婚してる人たちだと、まあ、平均所得1400万、ね、最低所得であっても1000万を超えるというような国がありますんで、まあ、そこに出し,して稼ごうというのがね、えー、日本人、 日本人、まあその所得が低い人がどうこうというんじゃなくて、まあ、稼ぎたいと思ったら、ね、えー、所得が低い人しかいない、そして所得が低いとも日本人の場合ね、あのー、税金重いし、いろいろ払ったらもう買い物するお金とかありませんからね、必需品しか買えない人たちに物を売って儲けられるのは通常大企業だけ、副業で稼ごうとかね、えー、ニッチな商品で儲けようと言った場合にはもう無理です。まあ、これはもうはっきりしてるんで。 まあ、だったら、ね、サラリーマンの副業とか、自宅にいながら稼ぎたいという場合は、えー、オーストラリアのアマゾン輸出をお勧めします。まずは、無料でこの、えー、Amazon 輸出メールセミナー、えー、登録して、えー、チェックしてください。こちらにメールアドレスとお名前を入力して登録するボタンを押すと、無料でオーストラリア Amazon で売れてる商品、どうすればオーストラリア Amazon でも受けることが可能か。 あるいはサポートのお知らせ、まあ、それらの情報をお届けしています。では、ご登録をお待ちしています。以上、Amazon 演出サポーター、堀秀夫でした。